ペンネームコロタンさん、30代の女性から届いた相談です。はじめまして、コロタンと申します。よろしくお願いいたします。相談は、昨年3月に息子19歳が突然倒れて脳腫瘍と分かり、最も最悪なグレード4の希少がんと判明しました。予後も厳しく、治療しても半数はなくなり、5年生存率もかなり厳しいです。完治もありません。私たち家族が人に意地悪をしたり、世間で言う悪いことをしたなら仕方がないと思いますが、何にもしていないのに、どうして毎日こんな苦しみを受けるのでしょうか。親より先に子供が亡くなるかもしれないと毎日毎日思いながら苦しみ、本人も辛い抗がん剤治療をしても完治もないなんて、そんな苦しみがあるでしょうか。神様は不公平だとひねくれた考えでいます。世の中、殺人や悪いことをしている人には何もなく、なぜ若い息子が完治のない苦しみしかない癌なのでしょうか。私はこれからどのような気持ちで生きていけばよいのでしょうか。教えてください。司法院というお釈迦様が説かれた真理があります。諸行無常、諸法無我、一切皆苦、涅槃寂静というこの四つがお釈迦様が説かれたこの世の真理です。真理とは何かというと、時代が変わっても場所が変わっても変わらない原理原則のことです。大気温が下がれば雨は雪に変わるという現象は、今から2500年前のインドであっても、現在のアメリカであっても、今の私のいるこの愛知県の小牧市であっても変わらない現象です。この時代が変わっても場所が変わっても変わらない命の原則、宇宙の法則、それがお釈迦様の説かれた真理です。この司法院の中に諸行無常、諸法無我、一切皆苦という、それぞれ全部関連があるんですが、また一つ一つでもはっきりと説かれている、私たちが認めがたい、受け入れがたい、だけれどもこの世の絶対法則、今日の中でも一切皆苦という教えがあります。この一切皆苦というのは、私たちが生きるということは、これは苦の連続である。でしかもこの苦というのが、自分自身の苦でもあるし、でも私たちはみんな苦を離れて楽に生きたいわけです。でも気がつくと、私たちが楽を求めて生きる、その陰で誰かに苦を与えているっていう現実もまたある。これらのことを含めてお釈迦様は、生きるということは苦なんだ、そのように説かれたんですね。苦というものをインドの言葉ではドゥカと言います。そしてこの苦に対して反対の楽、それをスカと言います。私たちはドゥカは嫌ですよ、みんな。でスカを求めたい、常に頭の中にスカを思い浮かべて、このドゥカという現実を受け入れたくない、そう思うわけです。さて、じゃあこのお釈迦様の説かれたドゥカの中にはどのようなものがあるのか。お釈迦様は、私たち人間が自分の心の中に抱えるドゥカを大きく8つに分類なさいました。
およそこの8つの苦というものを私たちは生涯にわたってずっと抱え続けている。じゃあこの8つのドゥカは何かというと、まず4つ、生、老、病、死、それがドゥカのまず代表的なものですね。生まれるということ、老いるということ、病気になるということ、そして命がなくなっていくということ。老いること、病にかかること、そして死んでしまうこと、これはドゥカだとわかるけど、なんで生まれることもドゥカなんだって、そう思われる方あるかもしれませんが、でまさにこのコロタンさん、子供が病気だ、そしてもう生存5年以上生存することはない、それぐらいもう進んでしまっているがんなんだって。さてこの病とか死とか、今コロタンさんの息子さんは19歳、老いではないんですよ。病と死、これがセットになって同時に来たんだ。でこれは苦であることはわかるけど、なんで生まれることまでが苦なんだ。さあ私たち人間は赤ちゃんの時、しかもお母さんのお腹の中にいる時、この時が一番楽な状態なんです。自分で足で立って歩くってことすらしなくていい。ね、私たち布団の中で寝転んでる状態っていうのが一番、ああ、気持ちいい、楽だなと思うじゃないですか。だけれども、朝が来て仕事に行かなきゃいけない。学校に行かなきゃいけない。勉強もしなきゃいけない。自分で自分の服も着なきゃいけない。ご飯も食べなきゃいけない。でも、お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんは羊水の中に浮いていて、へその緒でお母さんとつながっていて、そして自分で歯を磨かなくてもいいし、まあ歯なんてまだないかもしれませんしね、歯も磨かなくてもいいし、自分でご飯を食べなくてもいいし、自分の足で立って歩かなくてもいいし、算数の勉強もしなくてもいいし、自分で体温の管理もしなくていいんです。あの究極の母の懐に抱かれている母の母体の中にあるという状態から一歩生まれ落ちるとどうなるか。酸素に触れて酸化が始まるんです。それが老化です。どん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 私たちは老化をしていく。そして病気になる。そして死んでいく。だからそもそも生まれるっていうことが苦の始まりである。老いるということ、病にかかること、そして死んでいくこと。さてこれが四つの苦でしたね。じゃあハックする。シックハックするの、ハックの、この、残りの4つは何かというと、愛別離苦、恩憎役、愚不徳、御運浄苦。これ、愛別離苦っていうのは、自分が愛する人と別れなければならない。もっとその人と一緒にいたいのに別れなければいけない。そして、恩憎役っていうのは、自分が会いたくない人と会わなきゃいけない。自分が嫌いな人とも一緒に仕事しなきゃいけない。愚不徳っていうのは自分が求めたいもの、こと、状態。お金が欲しいのにお金がない。あれが欲しいのにそれが手に入らない。あの人と付き合いたいのにあの人と付き合えない。私はこんな状況でいたいのにそんな状況が得られない。それが愚不徳です。そして、御運浄苦。ご運というのは私たちの肉体だと思ってください。私たちはこの肉体に生まれついたんだけども、鏡を見るとこの鼻がもっと高ければ、この目がもっと大きければ、あ、ここの髪の毛がもっとあれば、ね、自分の肉体に対しても常に満足することがないんです。およそ私たちの苦、それをよく観察してみると、それが真理であると。生老病死、愛別離苦、恩憎役、愚不徳、御運浄苦。で、これを逃れることができる人ってのは誰もいないんだ。
このことを前提としてよくよく観察しなさいというのがお釈迦様の教えです。さてコルタンさんの問題は何かというと、この古今東西変わらない圧倒的なこの世の中の真理に対して抗いたいという気持ちを抑えられないことなんです。例えば今日は遠足だから晴れててほしい、だけど雨が降ってしまう、こんな恨めしいことないですね。自分の息子19ですよ、そこまで育ててきて、何年も別にこの子は悪いことしたわけじゃないし、私たちも別に悪いことしてない、一生懸命生きてきたし一生懸命育ててきたのに、なんでこの息子が病気になって死ななきゃいけないんだ。私も僧侶としてずっと子供の時から人が亡くなる最後、そこに僧侶としてね、関わってきました。本当にいつも言うんですけども、人はね、年取った順番からいかないなと思います。若い子たちいくらでも亡くなってます。子供でも亡くなってます。年齢を重ねたと言ってもね、本当80歳、90歳まで生きてる人もいれば、赤ちゃんのうちに亡くなってしまう人もいる。このポッと振り返ってみた数年の間でも19歳の人、20歳の人亡くなってます。お葬式それも行いました。つい昨日まで元気だったと。ところがあるいは交通事故で、あるいは自分の不注意で怠慢で命を落とした、あるいは病気になって命を落とした。この人が亡くなる順番というのは必ずしも年齢順ではない。そしてまた50になっても60になってもこれだけ平均寿命が伸びたなんてことを言われている。それが当たり前だと思っている。本当は当たり前でないんですけれども、この諸行が無常であり、生老病死一切が皆苦であるということを、あたかもそれを、そんなことはないと。現実を認めようとしないという私たち人間にとっては、もう認めがたい。自分の愛する者の死。コルタンさんが今、まだ息子は19です。じゃあ息子が30になったら納得できるのか、できないんですよ。じゃあ息子が60だったらいいのか、納得できないんですよ。コルタンさんがまだ生きてて、ねえ、息子が60歳だよ。まだ60だよ。何も悪いことしないと同じこと言うんです。じゃあいくつまで生きたら人間は満足なんだって、満足できないんです。さて、散々このお釈迦様の真理をコルタンさんに今話をしているんですけども、じゃあそんなこと言われたって逮捕でしょう。子供をそんな風にして失っていくかもしれないという息子のこの親の気持ちをあなたわかるんですか。私も親だからわかります。そう、私たちは真理というものを認めることができないんですね。真理を受け入れることができないんですね。それが真理なのに。分かっちゃいるけども私たちの感情がついていかないんですね。だって私の大事に育ててきた息子なんですから、大事な大事な唯一の息子なんですから、もうそれが親の気持ちです。さてコルタンさんの処方箋です。じゃあコルタンさんはどのような心持ちで生きていけばいいんでしょうか。一つしかありません。それは何かというと、コルタンさんの息子さんは、今ね、まだお亡くなりになってないんですよ。今は生きているんです。それが、完治もしないという病気に、
なった、癌という病気にかかってしまった、そしてそれがステージ4だとはいえ、まだ生きておられるんです。この回答を小野田さんがご覧になっているタイミングで、ひょっとしたら息子さんは亡くなられているかもしれない。けれども今、私が小野田さんから届いたこのお手紙を読んでいる。これはこの前提として、この手紙に書いてある小野さんの息子さんはまだ生きているんです。ステージ4の癌だということをお医者さんから宣告された。もう余命は長くないということを宣告された。でもその段階でまだ命があります。彼は生きているんですよ。でもコルタンさんの頭の中はもう息子が癌にかかってこのまま死んでいくという、その死んだ先のことを考えるわけです。そしてコルタンさんもそう、ご家族もそう、ご本人もそう。ああ、これで死んでいくんだって自分の不幸を嘆くわけです。なんで何も悪いことしてないのに。でもね、ぜひ覚えておいてください。私たちのこの病気になった時の反応、それが健康な体を癌が蝕んでいく、そのこと以上に大きなストレスとなって、残された余命をもっと縮めてるかもしれないということを覚えておいてほしいんです。この息子の病気ということは受け入れがたいことだと思います。だけれども、この息子さんの残された命をひょっとしたらみんなで、一家みんなでさらに加速させる。そのようなことをひょっとしたらしているのかもしれない。そう。私たちの体にとってストレスっていうのはそれぐらい大きいんです。死ぬかもしれないという思いが、これはどんどん、その息子さん自身も、そしてコロタンさんも追い込んでいくんです。息子さんにとったら、俺の命はこれで亡くなっていくかもしれないっていう、さらに本人からしてみたら受け入れがたい。さらにそこに、自分のお母さんも悲しませている。こんなもう二重苦三重苦。それはコルタンさんの息子さんの残された命をさらに縮めていくかもしれない。ぜひそのことを知ってください。息子さんは余命を宣告された癌です。だけれども、まだ死んでいない。まだ起きていないこと。そのことを私たち人間は想像します。そしてそこにやっぱり憂いをどうしても持っちゃうんです。少しでも長い時間息子に生きててもらいたい。それがでもコロタさんの本音なわけですね。もうこの余命、いつまであるかわからない。そのことに対して、コルタンさんは、受け入れがたいけれども、そのことをどこかで、受け入れたから悲しいわけです。受け入れたからこの、どうしようもないという怒りが心の中に出てくるんですよ。この世の中は、神様が決めて動いているわけではありません。この世の中は、諸行、無常という原則。そして、私たち人間にとったら、一切皆苦と感じられる原則で動いているわけです。でもこれは、世の中が理不尽なんじゃなくて、この宇宙が理不尽なんじゃなくて、私たちが持っている人は、老いないであってほしい。病気にならないであってほしい。そして死なないでほしい。という世の中の法則に抗った妄想を私たちの中に持ち、その妄想によって私たちは、その妄想と現実のギャップによって私たちの中に
苦が生まれてくるんです。さて、黒田さん、どのような気持ちで、息子さんはまだ亡くなっていないんであれば、息子さんの、わあ、この後死んでいくんだっていうことではなくて、今のこの残された時間、命、その命を大事に会話もし、関わり、その時間を泣いて過ごしたり、悲しみに打ちひしがれて過ごしたり、しないであげてほしいんですよ。この炭酸が。息子さんもこれから亡くなっていかれるとしたら、たった一人で亡くなっていくわけですよ。息子さんからしてみたら、もっともっと辛いんですね。いや、誰が一番辛くて、誰が辛くないって話じゃないと思います。母親も一心同体ですから。今日残された命の大切さ、今ある時間の価値、今ほど、おそらくね、コルタンさんほどそのことが身に染みてわかる人はいないと思うんです。だからこそ、息子さんと、まだ生きてる息子さんと、ぜひね、精一杯その時間を過ごす。息子は死んだと決めつけて、悲しみに明け暮れた態度で過ごすっていうことではなくて、ぜひそのように過ごしていただきたいんです。息子さんがその後亡くなるかどうかわかりません、誰にも。亡くなった後は亡くなった後の関係です。今は生きているんですよ。その生きている時をどう過ごすのか、これはもうコロタさんとコロタさんの息子さんとの関係の中で決まってくることですね。でも、ぜひ、この先のことではなくて、まさに今のこと、今日のこと、この瞬間のこと、そのことに自分の命をかけて向き合う。本来であれば、息子が余命を宣告されたからそうする。ではないはずなんですけれども。でも、息子さんがそのような病気になられたからかこそ、今過ごせる濃密な時を、ぜひね、何か特別ではない、この当たり前の息子と会話ができるという、この時を、そして息子の動いている様子を見ることができるという、この時を、精一杯、全身全霊で、この炭酸、この息子さんとの時間をね、大切に過ごしてあげてください。諸行、無常、一切、皆苦、生、老、病、死。愛別陸、恩蔵役、愚不徳、ご恩辱。ブッダの説かれた真理は実に真理です。でも、この真理を認めがたい自分がいる。この自分の中の抗いが、私たちの心に苦を生んでいく。それが、私たち人間なんでしょうね。私たちができる唯一の、その中にあって唯一の方法は、死を恐れ、死に怯えて弱々しく生きることではなくて、死を目の前に、死を見据えて堂々と、そして楽しんで今日生きること。コラダンさんと息子さんの命の交流を心よりお祈り申し上げます。